鳥谷さんは2013年にプロ初の4番に任されて26試合で打率3割2分6厘と好成績を残してるんですが、この要因というのは何かあったんですか？いや、もう元々3番打ってて4番なので、うんうん、そんなにこう変わりがなかったっていうのがあったので、はい、特に意識することもないし、はい、まあ、いずれまた4番を打たなくなるだろうと思ってたので、とりあえずその場しのぎの4番だったんで、今とりあえず頑張っとこうみたいな感じで。まあ、でもとはいえ我々メディアは4番としてどうですかみたいなこと聞きに行くじゃないですか。まあ、でもなんかあんまり意識してなかったですね当時は。本当に自分のやることをしっかりやってって感じでした、ね、プレッシャー重圧はそんなになかったんですか？そんなに感じてなかったですね。さすがですさすがではないさすがなんですけど、まあ、今シーズン阪神の4番でスタメンした選手の成績こちらなんですが、はい、大山選手が49試合でホームラン3本、そして打率が2割1分1厘、そして佐藤輝明選手と春口選手、まあ、試合数が違うんですが、近本選手は1番ではホームラン6本、そして打率3割3厘、で4番ではちょっとねやっぱり調子が上がってきていないっていうことなんですが、こちら近本選手、うん、やっぱり4番ではちょっとっていう感じ。もともとやっぱりね、1番を打つ機会が多いですし、うんうんうん、あと4番と1番の違いってやっぱランナーのいるタイミングとアウトカウントとかそういうのが全然違うので、そこら辺はやっぱり自分は3番を打ってて4番のになったのと、1番を打っててやっぱ4番になるのと全然違いますので、そこら辺のこうプレッシャーというよりも、はい、こう今までと違う変化っていうのは感じてると思います、ね、で3番とか5番を打てた人を4番にしたらいいってことですか？まあ、そうなったら一番いいんですけど、やっぱ近本選手がこの4番になるまでが、はい、得点圏打率もチームで一番高かったですし、はいはいはい、近本選手に回してなんとかチームとしては乗り越えるしかなかったので、まあ、そういう意味ではやっぱりこの大山選手がまた戻ってきて、近本選手が最終的にまた1番を打てるような状況が一番いいと思いますね。まあ、現在2軍で調整中の大山選手なんですが、まあ、やっぱり私たちもこれ戻ってきてやっぱり4番で活躍している姿を見たいんですけど、なんか復帰にあたって必要なこととかありますか？まあ、経験も、ね、たくさんしてますし、うん、はい、実績もあるので、まあ、まずは、ね、気持ちの部分でしっかりリフレッシュして、やってほしいなと思います、ね、じゃあもう早く帰ってきてほしいとか言わない方がいい、うん、なんかいや早く帰ってきてほしいです。欲しいですよね。黙って応援してればいいんですけど、黙って応援してればいいんですけど、そんなと、大山選手へ鳥谷さんからの提言こちらです。はい、はい、調子が悪いときは周囲の雑音は無視ということですか？周囲っていうのは私たちってことですか？まあ、こういう番組こういう番組もそう、まあ、いろんな、ね、ところで多分その報じられると思うんですよ、はい、その大山選手のことが、まあ、調子悪いときだけじゃなくて、はいはい、いいときも別に見る必要ないんですけど、はい、見る必要はないと、はい、でもやっぱり、悪いときこそ余計周りの、ね、こととか気になると思うんですけど、上谷さんは現役時代はそのメディアだったり、うん、なんか気にされてたんですか？姿見てました？全く見ないですね。まあ無視してたからプレッシャーとかも感じられてなかったあれだけの成績がね、全く見なかった、ね、うん、全く見、まあ、でも大山選手、ね、うん、なんとか自分の状態を上げて、うん、周りの意見じゃなくて、うん、自分の状態を上げることに集中して戻ってきてほしいですね。調子が悪い時ほどいろんな人が、まあ、良かれと思ってめっちゃ言うじゃないですか、余計迷うんですよ、うん、あ、そうです、やっぱりいろんな人のアドバイス聞いた方がいいとか時もあるんですけど、まずは自分の状態をしっかり、うん、取り戻すっていうのは大事だと思いますね。さあ、そんな阪神は今日から5連勝中のオリックスと関西対決なんですよね。そのオリックスの4番に入っている西川選手が現在大活躍ということで、5連勝中の打率4割5分、そして4試合連続勝利打点中と結構要注意ですよね、西川選手は。いや、ね、ストライクゾーンがかなり広く打てるバッターなので、まあ、西川選手の前にランナーをためないっていうのが一番だと思います。チャンスの場面で回さないようにと、はい、いうことですね。そして先発村上投手と曽谷投手の内野にも注目です。ね、こんだけ言っておいてあれですけれども、関西同士なんでね、なんかどっちも応援したくなりますよね、はい。